ゲームボーイシャカシャカキーホルダー作っていきます。フィルムを切っていきます。次は中にパーツを入れましょう。ラメはちょこちょこ。フィルムを貼るためにレジンを塗っていきます。フィルムを貼ります。硬化。中に液を入れます。こぼれないように穴を塞ぎます。硬化。漏れないかチェック。コーティングとパーツを置きます。ポロ調整。
放課。出来上がりました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。